はい、どうも、哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら、雑談の方もしていきたいなと思います。そうですね、ちょっと、ディアブロ関連のね、動画少し、お休みさせていただいてるんですけども、ディアブロ4の、方の、レベル上げの方、まあ、完全にソロで、まあ、今やってる感じなんですけど、まあそうですね、今日なんとか、最高難易度であるトーメントのね、4までたどり着くことができたんで、なのでね、まあ、これから少しこう、ソロでどうやってね、トーメント4まで到達したらいいか、みたいなね、動画、解説の動画を作っていこうかなと思っているところですので、まあ、そちらの方でね、まあ、詳しい内容については、お話ししようかなと思ってるんですけど、まあ、大体の流れみたいな、ちょっと雑談がてらね、今日は話していこうかなと思うんですけども、まあ、基本的にはですね、ノーマルから、ペティエントかな、4つの難易度に関しては、まあ、レベル上げしてる途中でね、なんていうか火力が足りてきたら、どんどん上に上げてしまって構わないかなという感じになってるんですけど、まあ、結構そうですね、なんだろうな、レジェンダリーとか、ちゃんとね、入れた状態じゃないとなかなか、一番上のね、ペニテントあたりからは、まあレベルが低いうちだとね、厳しいかなと思いますので、まあそうですね、今回レベル、60までの、レベル上げっていうのがまずあると思うので、まあその過程の中で、まあレジェンダリー私基本的にはあんまり使ってなかったんですけど、まあレベリング中も少しレジェンダリーをね、しっかりと、揃えてあげれば、上の難易度でね、まあ、そこら辺の序盤のね、レベル上げの方も早く回すことができるんじゃないかなというような感じでしたね。お、移動不能効果が発動してます。まあ、イモータルの方は、ちょうどハロウィンイベントがね、まだやってるので、で、まあ、ちょっとね、イモータル周りの話をしておくと、なんとですね、次の、シーズン34かなで、の、バトルパスの、コスメティックの方が、まあ、スピリットボーンのね、まあ、コスメティックシリーズというような感じになってるみたいなんで、まあ、ディアブロ4の、まあ、コラボというような感じでありますけど、うん、まあ、なんていうのかな、森林のジャガーをモチーフにしたような、まあ、スピリットボーンのね、メインコスメティックですけど、まあ結構そこら辺もね、イモータルだったら、全8クラスでね、それを使うことができるということなので、まあ最近ちょっとあんまりね、まあコスメティックも30着近くあるので、バトルパスの方もね、課金してなかったんですけど、まあ久しぶりにちょっとね、スピリットボーンとのね、コラボコスメは欲しいので、まあ、次のシーズンはね、バトルパスの方も買ってみようかなと思ってますけど、で、まあそうですね、まあディアブロ4の方に話を戻していくと、まあやった感じとしてはですね、まあ結構レベル60からのレベル上げ、なんていうかな、装備品が揃ってくれば割と順調に進むかなという感じはするんですけども、まあそうですね。まあ火力の要になるレジェンダリーアイテムとか、まあそういうものが揃ってくると、おそらくトーメント1、2あたりは、クリアできるのかなという感じで。で、トーメント3、トーメント4に関してはですね、結構やっぱ大事になってくるのが、耐性と防御力のデバフの部分がね、かなりでかいので、前回まで、シーズン4までは防御力、上限が9230かなまで、詰めるというようなシステムだったんですけど、今回防御力のシステム全く、新しいシステムにね、置き換わっていて。で、まあ、1000が上限で、各、トーメント1で、250、トーメント2で、500、トーメント3で、750、そしてトーメント4で、1000のね、デバフがかかっていくような感じになるので、なのでね、防御力は1000の状態にしてると、まあ、
当面と4だとね、防御力ゼロの状態になっちゃうという感じになるので、最終的な目標値としては、防御力を2000に、上げて、マイナス1000で、まあ、ちょうど1000の状態に、してあげるっていうのが、目標になってくるかなと思ってます。で、耐性についてもですね、25% ずつ、ラフがね、あ、これあれか、除外ドロップテーブルに切り替えますかってやつね。お、また共存の宝石来てるんだ。イベント期間中、いつまでなんだこれは。レジェンダリーの宝石が使用可能と書いてあります、ね、また共存の宝石来てるんですね。まあそのためにレジェンダリーの宝石もね、10個貯めてますので、これもね、使いつつやっていこうかなって感じですけど、あ、で、まあ、耐性についても 25% ずつね、トーメント1でマイナス 25%、トーメント2で、マイナス 50%、トーメント3で 75%、 そしてトーメント4で、100% かかっちゃうんで、なのでね、各耐性を、まあ、70% が上限で、まあ、なんかアイテムを使うとね、基本的には、85% かな、まで上げることができるんで、なので結構その終盤の、ミシックユニークも含めたビルドとかだと結構ティライルの鎧をね、採用しているビルドなんかがあるんですけど、まあティライルの鎧ね、まあ耐性そのものを上げてくれるし、耐性の上限もね高めてくれるという効果があるので、まあ結構その部分がね強力なので、まあ最終装備に入れてるというか、まあ特にね、奈落のティア100以上の、ダンジョンとかを目指そうと思うと、まあ、そういったね、ミシック装備もあると、楽になってくるかなというところがありますので、奈落も今回から、ちょっと難易度が上がって全部で150層の構造になっているというような感じになってますので、なのでね、まあとりあえずはそのトーメント、4を、攻略するために奈落の70かな、のクリアを、今回やってきたって感じなんですけど、あ、60でいいのかな、65かなまで、クリアするという感じで、まあ、結局そうですね、ポイントとしてはまずその防御力とね、あと耐性の部分をしっかり、デバフを除いて、まあ、つまりトータルで2000の防御力と、あと、各対戦については170ずつ、ついてるような感じにしてもらうといいのかなと思いますね。で、まあ、結構防御力耐性に関してはパラゴンボードの中にね、防御力耐性のねものが結構含まれてますので、まあ、そこをねしっかりと序盤のうち取っておくっていうのは結構大事かなと思いますね。まあ、今回からそのグリフのね、動きっていうのが結構変わってて、シーズン2のね、中で、実装されてた、血涙っていうね、レジェンダリーのグリフのシステムに近い感じなんですけども、グリフがレベル100までね、上げることが、できるようになってて、で、グリフの方は45レベルかな、まで上げると、半径が、さらに1枠広がって、半径5まで広がるような感じになっているんでいいんですけども、なかなかね最初のうちはグリフのね、範囲、5枠まで上げるのも大変だと思いますので、なのでね、なんていうかな、どのビルドを参考にするかによって変わってくる部分もあると思うし、まあ、パラゴンボードに関してもねちょっと詳しい解説動画撮ろうかなと思ってるんですけど、序盤のうちはそういう防御系のね、濃度ですね、防御力だったりとか耐性だったり、そのあたりのね、優先して撮ってもらって、ステータスですねの、グリフのね、効果を高めてくれるステータスに関しては、まあ、4範囲のものまで、撮っておくっていうのが結構いいかなと思いますね。5の範囲のものも先取りして取っ
ておくってことももちろんできるんですけど、それをやっちゃうと結構ね、その最初のうちのその、防御力耐性のデバフがね結構きつくて、やられやすかったりとかしますので、最初はとにかくね防御寄りで組んであげた方がいいのかなと思いましたね。今回まあスピリットボーンでやってるんで、まあ、かなりその火力に関しては、常に余裕があるというかさ、楽に敵が倒せるような感じなんですけど、逆にその耐性、防御力の部分が私の場合はね、結構厳しいなという感じだったので、なのでパラゴンボードも最初は結構その火力より、火力を伸ばす方向にね、振ってたんですけども、まあ、そこを結構防御寄りにしてあげて、で、まあトーメント3、トーメント4でデバフがね、完全にない状態に、してから進むようにしたら、かなり、ね、楽に、クリアできるようになりましたので、なのでね、ちょっと上の難易度行くのちょっときついなっていう方はですね、防御力を1000まで積むっていうこと、あと耐性を70まで積むってことを最優先にね、やってみてほしいなと思います。まあ、結構火力に関してはね、各ビルド、なんだかんだで、まあ、しっかりとしたビルドであればね、火力が出るような、シーズンにはなってますので、逆に防御力の部分がきつくて、トーメント4への移行っていうのがね、難しいっていうことが起きてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、今やられている方とかは参考にしていただけたら、割とね、今回はまあストーリーモードがっつりやってたところはあんまりカウントしてもあれかなと思うんですけど、なんだかんだでもう40時間ぐらいかな、プレイしてる感じにはなるんですけど、まあ40時間プレイしてだいたいレベルの方が100、パラゴンレベル190かで、難易度、トーメント行こうというような感じになってるので、割と時間はかかってるかなという感じはしますね。まあいろいろ試しながら、私も、やってるので、まあ、その分ちょっと時間かかってるというところもあるんですけど、まあストーリーとか全くやらないで、やっていけばもっと早くいける可能性もありますけど、なんかな、せっかくだったらまあ再録クエスト全部埋めたりとか、全ダンジョンもね、まあ動画なんかも撮りながらやってたっていう感じなんで、まあ、まったりやってるという感じではありますけど、ポイントポイントでやっぱ見えてくる部分とかが結構多いシーズンではあるので、まあね、ちょっと解説動画も、一つ一つのトピックをこう、しっかりとね、解説して、またちょっと初心者動画をさ、やり直すようなことをやってみるのもいいかなと思っていて、まあ結構終盤のビルドとかね、まあもちろんそういうのも、今組んでるものでね、出していくのもいいとは思うんですけど、まあ、そういったものをやるよりは、まあ、その序盤で詰まっちゃったとかね、難易度以降で詰まってる人向けのね、動画を撮っていった方が、まあ、これからのシーズンには役に立つのかなというところもあるので、なので、まあ、ちょっとそこら辺をね、詳しくやっていきたいなと思いますね。あとは、まあ、パーティー要素の、なんだっけ、地下城塞だっけ、あそこも結構ね、難易度は高そうなので、まあ、そこら辺のギミック関連もね、ちょっと、フレンドさんたちと一緒にね、まあ、じっくり攻略した後で、解説の動画ね、撮っていこうかなと思ってますので、まあ、そちらも、楽しみにしていただけたらなという感じですね。そう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 。今回そうなんだよね。チャレンジリフトの方がまたね変更されてるんで、まあ、なかなかイモータルとの変更も大変にはなってきました。まあでも今もそうなんだかんだでイモータルもねログインするとまあ 2,3 時間はね拘束されちゃうんで、まあちょっとね、4に避けてる時間がね、少ないかなという部分はあるんです。まあこっちもねやっていきたい部分あるんだよね結構、さあそしたらまあ最低限のタスクだけ終わらせましょうか。
構デモ版もね、なんだかんだで必要なレジェそれほど多くないかなと思ってたんですけど、そんなことはなく、お金がやばいですね。あとそうですね、結構その攻略にあたって大事な部分として、あのルーンの部分なんですけど、ルーン割とね、ランダム要素が強くてね、なかなか強いルーン出なかったりとかする時があるんで、まあガチャの要素が一応あって、他のルーンからね、変換してね、マジックルーン、レアルーンを作り直すみたいな操作もあるんですけど、あそこら辺もね使ってあげると狙ってるルーン出ることもあるかなと思うんですけど、私の場合は何だろうな、なんかまあ強いというか、まあ効果を見てね、なんていうか発動しやすいものでまず組んでしまうのが割といいのかなと思ってて、なんかねやっぱりネットの情報とかでいろいろとね、ルーンワードも、まあこれ使うと強いよみたいなものっていうのは、出てると思うんですけど、まあいきなりそれ揃えるの結構大変だったりもするので、まあ基本私はドロップ待ちしながら、やってたって感じですかね。まあ変換もちろんしていってもいいんですが、なかなかね、なんかこう入れない時あるんだよね。なかなかその狙ったルーンがね、出てくれないことなんかもあるので、なのでどっちかっていうとそうですね、まあ、いろんなものを周回しながらね進めていくのが、割と必要な、シーズンかなと思ってて、なんだろうな、とにかく今回というかまあ今のディアブロ4の環境ってかなりその強くなるまでにいろんな素材が必要になったりとか、まあいろんなアクティビティやらなきゃいけないっていうところがあるんで、まあそこもちょっとね、一度整理してね解説した方がいいかなというところがあるので、まあなんだろうな、まあすでに解説している要素に関してもね、またちょっと一から、解説してみるのもいいかなと思っていて、結構ヘルタイドとかはまあレベル上げで使ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあそれ以外にも、前のねシーズン5で追加された極炎軍団、だったりとか、あと、今回、来てるね、沸騰のオボールだっけ、の、デルムウォーカーのねイベントだったりとか、まあ、そういうのもあるんで、デルムウォーカーもねやっぱり出現したら行ってほしいなとは思うんですけど、行くために、紋章の粉が結構必要になるので、なので、そのためにはちょっとナイトメアダンジョンの方もしっかりと回していく必要があるかなというところがあるんで、結構ねそこら辺の、感じでいろんなアクティビティをとにかくね、なんていうか膨大にあるアクティビティを、バランスよくやっていかなきゃいけないので、まあそういうところは少しね、複雑化してるなという感じはしましたね。なんかやっぱりこうやってても、なんか私とかは結構一つのさ、アクティビティをどんどん、こなしていくスタイルが好きだったりするので、まあ奈落だけひたすら回してたりとかさ、まあそういうことやっぱり、思いがちなんだけど、やっぱそれやっちゃうとなんかね素材が足りなくなっちゃったりとかする部分もあるし、まあ、まさにそのルーンが拾えなかったりとかね、そういう部分もあるので、なのでまあそうですね、ヘルタイドを中心にまあ、そのエリアで起きているささやきのクエストとかこなしつつ、でそこで極炎軍団のね、羅針盤なんかが落ちたらそれもねやってもらうっていうのがいいかなと思います。
極炎軍団のなら羅針盤は昔はね、昔っていうかシーズン5はね、作ることができたんですけど、今回からはね、ランダムドロップ、で集めるしかないというような感じになりましたので、まあ、そこがちょっとね大変かなという感じはしますけど、なんかそうビルド切り替えると立ち回りがどうだったか忘れちゃうんですけどね。そう割となんだろうな、ディアブロ4の、プレイを終えてからさ、イモータルやると、まあそもそもビルドが違うからさ、立ち回り違ってちょっと戸惑うっていうところありますけど、でもなんかデモ版は割とこうレジェが少なくてもそこそこ使える形に仕上げられたんで、そこは良かったかなって感じですね。まあ、今回ね、なのでかなりそのパラゴン300もねかなり大変だなという印象ですね。多分シーズン最後まで、まあ最後までやるっていうかさ、その人のプレイ量によっても結構違うとは思うんですけど、割とコンスタントにやっていく人だったらまあ何週間かで終わるかなと思うんですけど、そうじゃないともうシーズン最後までやって200何十台とかね、そういう感じになっちゃうかなと思うので、うん、まあなんだろうな、バトルパス埋めたりとか、あとまあ多分、シーズンジャーニーをね最後まで取り切ったりとか、まあその過程の中でまだ300までいかないんじゃないかなという感じがするので、まあなんだろうな、なかなかカンストまでやるのは、大変かなという印象ですし、あとはまあそうですね、奈落の次なる目標としてはやっぱり奈落の、まあ、100というか、まあ、110クリアかなをして、まあグリフのね、カンストを目指してやっていこうかなという感じですけど、まあ結構なんだろうな、序盤はダメージ量とかもね結構少なくて、がっかりしちゃったっていう方もいらっしゃったみたいですけど、トーメント4にたどり着く頃になってくると、もうかなりダメージもね、数千万とか、出るようになってくるので、なのでね、まあ、その頃になってくると、かなり今までのディアブロ4の、火力に近いようなね、ビルドが組み上がるかなと思いますので、うん、なのでね、まあ、耐性防御力の部分がね、まあ、しっかりと積み終わって、あとに関しては、必須のね、ユニークアイテムとか、まあ、そこら辺も集めていく感じなんですけど、まあ、今回私はランダムドロップでね、基本集めてたっていう感じなんで、まあ、レジェンダリーで、まあ、組める、装備で、まず、組んでしまってから、ユニークでのね、装備に切り替えていった。なんだろうな、そうしないと結構大変かなという印象ではありましたね。体制とか、うん、まあそういう部分も含めてね、序盤はちょっと大変かなという印象がありますけど、まああとはやっぱルーンワードですかね。ルーンワードがまあ、しっかりと組めて、まあ、防御系のものとかね、入ってくると割とね、トーメント4でも楽に戦っていけるかなって感じなんで、多分ねパラゴンレベル100台後半の人と、まあ、200台に入ってる、方々も、違いって多分そこら辺なんですよね。まあ、今回なんとか今日の最後で、あ、これだったらもう200はいけるなっていう状態にはまで持っていけたので、まあそこら辺で、あとは、まあ、トーメント4でね、いろんなコンテンツこなしながら、まあ、300目指してやっていくっていう感じにはなるかなと思う印象ですね。まあ、グリフ上げと、あと、そうですね、名工制作のランク上げもね、結構大事に、なってきますので、まあ、極炎軍団やっぱり回すのがいいかなと思いますね。なんか、
大量に素材が取れちゃうバグみたいのがあったらしいですけど、まあ、それに関しては今日、修正されてしまってますので、まあなんだろうな、なんかその話は聞いてはいたけど、なんかな、それやっちゃったらおしまいかなと思って私はやっていないので、うん、基本的にはまあナイトメアダンジョンですかね、を何回か回してあげると結構集まったりするし、あとやっぱ極炎軍団、そうですね、トーメント3、4あたりでね、回してあげると結構ね、副鉱石の方もたくさん、ゲットできるような感じになってますので、なのでね、うん、まあ奈落をやっぱ回してあげるのがいいかなと思います。特に、まあ、トーメント、1、2、3、4の、境目のところでね、なんていうのかな、まあ、トーメント1に入りたての時って、まあ奈落のティア20近辺だと思うんですけど、なんていうのかな、入ってすぐに、ナイトメアダンジョン行ってあげて、やってあげた方がなんか楽に集められるかなという印象でしたね。で、まあランク、そうですね、4ぐらいまではね早めに上げてしまうといいかなという感じですね。で、まあ昨日もちょっとお話ししてましたけど、焼き戻しのね、レシピが結構ですね、トーメント4近くにならないとレジェンダリーのね、なんていうかな、可変値の幅が、大きなね、大きな値でつく、焼き戻し中の方が入手できなかったりとかするので、なのでね、まあ最初そうですね、700装備でもいいので、まあいいステータスがついてるものがあったらね、そちらを、焼き戻ししてもらって、で、まあ、トーメント1、2あたりを、抜け切って、で、3、4になった頃には多分レジェンダリーのね、焼き戻しが、書がどんどん集まってくると思うので、なのでね、それで800装備、ソレの装備に、焼き戻しをしていくっていう風な感じでやってあげると、結構スムーズにね、アイテムの更新していけるんじゃないかなという印象ですね。うん、割と、まあ、そこら辺の厳選も大変だったんでね、ユニーク、そしてルーンワード、この2つあたりがしっかりと組めるとかなりね、トーメント3、トーメント4あたりの攻略は楽になるかなという、まあ、今日の印象でしたね。まあこのあとなんだろうな、結構その火力とか、まあ防御力が伸び悩んだ時とかは結構きつらい ゲーム性にはなってるので、まあ、そこら辺が、まあ、なるべくね、ケアできるような、解説動画、ちょっとね、何本か出していこうかなと思ってますので、ぜひそちらの方もね、参考にしていただけたらなと思ってます。はい。そしたら、今日はこの辺で終わりにしましょうかね。ちょっとね、あ、そう、更新で、なんか、レジェンダリーアイテムがスタックするようになったらしいという、ありますね。あります。まあ、でももう、ちょっと難易度の移行もあるんでね。まあ、これだけちょっと鑑定してから終わりましょうか。47なんだね。
まあちょっとね、土日だけでこうクリアとかね、そういうのは厳しいバランスになってきてはいるかなと思いますけど、まあでもシーズン終盤になって人がほとんどいないみたいなね、それもそれで寂しい部分はあるので、まあ、これぐらいのバランスがまあちょうどいいのかなという気もしないではないですが、まあ忙しい方向けのね、解説動画なんかを充実させていきたいと思ってますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思ってます。はい、今回も、動画見てくださってありがとうございました。またね、次回の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。哲学とでした。